Outside of it.1番、14番、80番、16番、9番、18番、13番、60番、30、32、29、47。さあ、チャンピオン鈴木さん最初もコースアウトを切っています。コロンベサイスタートは61番、そしてもう一台は78番か。10番ポスト入り口で1番コロンベイテ。 さあ、最初はトラックが出そうです。そして、フルコースに入って突破の方に。6番の安原沙耶。そして、ゼッケン2番の沖田智子選手、この2人の突破線が早くも展開されて2番ポストから3番ポスト。 現在このクラスはツーストロークの85cc のマシンが使われているんですが、あるいは近い将来ツーストロークの150cc のマシンに取って変わるのかもしれません。現在この85cc のツーストロークマシンを使っています。レディースクラス。 沖田智子選手、コースアウト仕掛けたんですよね、乗ります。後輪、トップを走る安原選手の後輪に触れてタイムが触れたんでしょうか。その選手が沖田智子選手の相手側にスーッと膨らんでしまいました。この間に、正春菜選手が2位に上がって、沖田智子選手が第3位交代。 6番の安原沙耶、少し楽になりました。1位と2位の間隔が開いています。第2位、ゼッケン5番、正春菜。さあ、その後方からゼッケン2番、 KTM の沖田智子選手が再び上位を狙うという3位走行。4番ポストから U フィールドへ、その後方の4位争い、チャンピオンターン、ゼッケン8番、森田彩乃、チャンピオン、鈴木彩乃の前に出ます。いや、森田彩乃も負けていない。 それから、後方の6位争いは、サイドバイサイドになったんですが、前回9番が上がってきます。前回9番の金城沙耶香選手が、6位のポジション。そして、金城の後方には、前回18番の山本泉選手が、7位ですから、7位と8位の間隔が大きく開いて、第8位を走っているのは、16番。 16番の最初の選手は8位の位置です。このラインを通過していく。ラムソンジャンプ、安原、バス、そして鈴木。
小グループはこの4人に絞られてくるか。金城、バス、沖、そして鈴木、ちょっと離れて5位、6位、7位といったところ、バーン、6番の安原へパスして、マスハルナがトップ。チャレンジをするチャンピオン鈴木沙耶、まだ予想を通過ということはないんですが、国際臨機の選手に混ざって腕を磨いているチャンピオン鈴木沙耶です。さあ、トップを走る松春馬選手も臨機に時折チャレンジをしている早い選手の一人、チャンピオン鈴木沙耶が第3位に上がって、僕たちこそ石が第4位へ交代。さあ、このチャンピオン鈴木沙耶、第2位には、いや、ごめんなさい、トップはゼッケン5番の松原だ、リードを広げている。そして2位3位が接近戦、第2位を走るのがゼッケン6番の安原沙耶。さあ、この安原に並ぼうかという鈴木沙耶、4番ポストゼッケン6番の安原、第2位、その後ろにチャンピオンが接近。ゼッケン5番、ホンダの松原田。今回の新大会ではこの松原田選手が優勝しています。この中国大会で優勝すれば2連勝ということになるんですが、さあ、フェイスを駆け抜けて松原田選手、トップを強くすることができるかどうか。ツイッターがずっと2番手の安原に接近。2番ポストから下り坂、鈴木沙耶、安原の前です。さあ、チャンピオンを決定してこの第9戦に臨んでいる鈴木沙耶選手なんですが、7戦8戦と表彰台に上がっていません。7戦8戦と表彰台に上がっていない鈴木沙耶選手、この第9戦では現在のところ第2位なんですが、もちろん優勝を意識しての走りにギアチェンジしているはずです。優勝を目指しての速さを持っている鈴木沙耶、キャットの松原が本質に入っている。1位と2位の関係で先ほどコンテナインでは4秒近くの差が開いていたんですが、さあ、10番ポストを降りてるゼッケン5番のマス、ゼッケン1番の鈴木沙耶、その感覚、かなり接近をしてきています。
残り時間は11分が経過しようということですね。1位と2位の間隔がなくなる。スイッターがちょっと突入してくる。スイッターを駆け抜けてテルトルーフになるか。運河は相手の後ラインを分けてのトッカルさんが展開されそうです。10番に向かっての下り坂、さあイン側に入ろうというスイッター10番ポスト、イン側に入りきれない。バスがちょっと相手側に膨らんだ。その間隔を縫って鈴木さんがトップに立ちます。バス原田の前へ、その後方での3位争いの接近戦です。安原沙耶太、沖田智子、この2人の3位争い、サイドバイサイド、インからアウトへ。沖田智子のラインの前に立ち下がっていくのは安原。さあラスト2周に入ります。ラスト2周、鈴木沙耶、そして松春奈、タイヤの方は安原の前でコントロールを通過したんですが、沖田氏が安原を攻略、いや安原が続けてタイヤの方へ2番ポストから3番ポスト、安原が3番タイムを支持しようというところ、沖田智子なんとかこの安原を、沖田智子コースアウトです。沖田智子はコースラインはい、今の沖田智子は第4位、第5位に出て9番の上重沙耶太、2位の間隔が大きく開いて、チャンピオン鈴木沙耶4番ポスト、1台が止まっていて再スタートが調べて70番です。監督の人はまだ前に出ます。ゼッケン9番の上島沙耶香、そしていち早く立ち上がったのがゼッケン2番の沖田智子なんですが、その横には8番のゼッケン8番の森井沙耶美がいます。安原ここに滑った、そこへ沖田智子選手がテールトゥーノーズで走っていた、こらえきれずに2人とも転んでしまいました。順位を落として再スタート、トップの鈴木沙耶、第2位の正春奈、そして第3位に上がってきたのは、前回9番の金城沙耶香選手だと思うんですが、金城選手が第3位。そして前回2番の沖田智子選手が第4位か、その後方に8番の森井沙耶美選手が第5位といったところです。鈴木選手はすでにチェッカーを受けています。そして松春奈選手が第2位のチェッカー。